でも大変なことになってしまったみたいですね。ブレイズの暴走に高羽組の動き、そして謎のドラッグですか。もうそんなことまで。それで改めて今回の件に介入を。現時点ではまだです。ただブレイズについては以前から気にはなっていました。前のリーダーの方々とは個人的な知り合いだったので。え、そんじゃあの高畑先輩と。ええ、高畑君とは同じ学園生でもありますし、以前ちょっとした事件でお世話になったことがあるんです。ブレイズの元リーダー高畑潮君と龍崎一馬さんの二人に。その名前は。さっきのおっさんも言ってた名前だな。先輩、そのカズマって人はどこにいるんですか。自分が元いたチームが。龍崎さんは亡くなっています。1年半ほど前とある出来事があって。え、そうでしたか。つまりそれがブレイズが一度解散した理由なんですね。ええ、そしておそらくそれこそが今回の事件の鍵だと思います。私の立場では今回これ以上は動けません。柊木さん、時坂君、この後はよろしくお願いします。ええ、よくわかんねえが高畑先輩については。ありがとう。私たちはこれで健闘をお祈りしていますね。そうそう、例のドラッグですが、先ほどこちらの調査で名前が判明していたんです。名前、すでにそちらで実用化されていたという意味ですか。あくまでブレイズのメンバーが用いていた名称です。ヒート、そんな風に呼ばれているそうです。ヒート、言い得て妙ですね。なあ北斗先輩、お前と妙に話はつ。私から言えることはないわ。一応協定もあるし。え、それよりここを出ましょう。異界ドラッグヒート、その原料が調達されている異界のありかを突き止めないと。ああ、消えた。できれば高畑先輩。懐かしいな、俺にとって。そしてあんた。アキ、妙な世界から取ってそいつをブレイズに持ち込んで。ブレイズはいいぜ。答えは簡単。けじめだ。俺たち新生ブレイズとか最大のチーム。お前あいつらを皆殺しにしない。あんただって肉
確かにケイオスはでっ、だがこのあの武闘派高ば、アキてめえどうだし、あんたがケイオス狩りに何だったら、へえ、アキ、お、あいつが敵討ちな龍崎一馬、あんたがそれを言うんじゃ、逃げたあんたに、もういい、弔い合戦の刀なしにこの手でぶちのめしてやる。上等だ、カズマに代わっててめえの目を覚まさせてやる。